スマトラ島沖地震スマトラ島沖地震2010年5月スマトラ島沖地震は2010年5月9日5時59分42秒に発生したインドネシアのスマトラ島付近を震源とする地震。モーメントマグニチュードは7.2スマトラ島付近では前月の地震に続いての発生となった。今回の地震はインドオーストラリアプレートが すんだプレートに沈み込む地帯で発生した。この境界付近では、インドオーストラリアプレートが、すんだプレートに対して、年間約6センチメートルから6.5センチメートルで沈み込んでいる。スマトラ島付近では、2000年以降大規模な地震が、頻発し被害が出ている。この地震の震源のすぐ南には、大津波で甚大な被害を出した2004年のスマトラ島、沖地震の震源がある。 また、2010年には、スマトラ島付近で4月と10月にも、それぞれ MW7.8、7.7の地震が発生している。マグニチュード7.2、ノーザンスマトラ、インドネシアハットポスターオブザノーザンスマトラ、インドネシアアースクエイクオブレーキューメイ2010、マグニチュード7.2、ありがとうございます。